ただいまご紹介いただきました、情報通信研究機構のリーダーでございます。今日我々の研究内容の一部、紹介させていただく機会いただきまして誠にありがとうございます。私から今日お話し、するテーマは、ウルトラワイドバンド技術、と、その視覚障害者行動支援の利用ということで、お話し、する順番としまして、まずウルトラワイドバンドというものですね、我々通常 UWB と呼んでおりますが、どういうものかについてまず紹介させていただいて、その後に2つの、アプリケーション、としまして、1つ目は UWB を用いたボディエリアネットワーク、我々通常は PAN と呼ばせていただいているものですけれども、それの視覚障害者安全保障のためのもの、それから2つ目のアプリケーションとして UWB を用いた総評測位のアプリケーションということで、視覚障害者の行いナビゲーションの利用について紹介させていただきます。で、最後は短めにまとめさせていただきます。まず私は仕事しているところがディフェンダーブル研究室、ワイヤレス研究室というところでございますけれども、やっていることはですね、基本的にはよく聞かれるんですけれども、ディフェンダーブルというのは 何だという質問をよくお受けいたしますけれども、基本的に、信頼度の高いワイヤレスネットワークの構築は我々の仕事で、一番上にあるようなですね、数十メートルから、数十キロ、の範囲でですね、例えばこの前の大地震があった時にその基地が壊れて、つながらない、あるいは、たくさんの人が同時にアクセスしてつながらない、でそのような、障害ですね、避けられるようなネットワーク、でこれが一つで、もう一つが人の、周りですね、で人を取り囲むような小さなネットワーク、これは我々ボディエリアネットワークと言いますけれども、このようなものも、進めております。で特にですね、高齢者の方だとか、あるいはその、身体障害者の方に対するその行動支援、を視野に入れていろいろ研究開発を行っております。でまずウルトラワイドバンドというものかといいますと、このスライドに示されているのが一番左側のピンク色のところが、これが、古い携帯電話、20年前からですね、大体このぐらいの周波数を使っているということで、多分音声一部データしか送られない、というようなものですね、数十キロヘルツの帯域を使っていると。でそれが進化したものが第3世代の携帯電話、この辺りでは大体 5MHz の帯域を使っていろいろ通信ができると。で今第4世代と呼ばれているのが、ここの周波数帯域がさらに拡大されて 20MHz は基本、大体になってきているんですけれども、これらに対してですね、ウルトラワイドバンド UWB というものが、500MHz 以上という帯域を使ってこうやっているというところが一番、大きな特徴ですね。それから縦軸で見ますと、これ電力の強さですね。で、医療ダービーが非常に弱い電波を使っていると。で、ここちょっと技術的な言葉を使っているんですけれども、プラス 15dBm だとかマイナス 41.3dBm、この差がですね、大体 55dB ぐらい、普通の、シンスに換算すると数万分の1、あるいは数十万分の1という程度の、電波を使っていると、非常に弱い電波になります。で、この UWB にもいろいろ技術ありますけれども、ここではインパルス型、というものを使っております。で基本的に短いパルスですね、を出して、でこのパルスの位置あるいはその、大きさによってですね、データ0を送っているのか1を送っているのかと、いうことをやっております。非常に簡単なものです。ですのでこれ実際、作るときにですね、パルスを発生する、発生器とフィルターがあれば、もう送信できてしまうと。
で、これに対して受信側では、フィルターと、して、そして、これアンプですね、振幅増幅器を入れて、あとはもうその電波の強さだけ見ていれば、この副調ができると、非常にシンプルなものでございます。ですので、このインパクト型のユーザーに用いますと、これらの、特徴が、得られます。まずユーザーというものは、あの短いパルスを使っているということで、実際にあのシリケイルとかの材料を使ってあの実現できますので、非常に低消費電力という特徴がございます。まあ、複雑な変幅調とかやっていないので、非常に低コスト化にも、できるという利点がございます。で、先ほど非常に弱い電力しか使っていないということで、携帯電話に比べても数万分の1、あるいは数十万分の1という程度ですので、人体に対する影響がほとんど多分ないであろうという技術です。で、3つ目ですが、これがあの無線を使っている上で非常にあの大事なことですけれども、隣に誰か同じものを使っていると使用しちゃいけないの で、 でこの UWB というのがもともと弱い電波を使っているので、周波数も高いと、なので、あの少し離れて数メートルで離れると、解消があの低くなるという特徴がございますので、システム共通にとしては非常にいい特徴でございます。そして最後に4番目ですね。で、さっきのパウスですね、ここのパウスというものはナノ秒オーダーということですので、これが非常にあの時間的にはですね、あのいわゆる1秒の1億分の1ぐらいの精度ですね、時間出しているので、これを使っていれば非常に高い精度で距離測定できてしまうというものでございます。で、ユーダビーそのものが、約十数年前ですね、あの2002年から、まあ、こういう技術が出てきて、で、日本でも使いたいという要望がございまして、で、総務省の方でいろいろあの検討会とか立ち上げてですね、で、検討した結果、2006年に、まあ、こちらの上通信で、一部更新を行われて、で、電波法として、省令施行されたと。これが2006年の8月。で、その後、一度、あの、省令改正ということで、もうちょっと使いやすい方ですね、2008年、一度改正されて、さらに、もう一回、あの、使いやすさ、やすくするために、去年の年末年に、12月に、もう一回省令改正されたというような、進め方で、今日に至っているということでございます。で、UWB で使える周波数ですけれども、このスライドではですね、このブルー色のところが基本的に自由に使ってよい、周波数になります。で、日本を見ますと大体 7.25GHz から 10.25GHz この辺りになります。で、白いところもあの使える周波数帯域ですけれども、ここは条件付きで、他の無線に対して影響を与えないという条件が、ここに入ります。なので、自由に使おうとすると、もうこの日本の場合はこの 3GHz ですね、ここの辺り、が一番いい周波数になります。で、国際的にもですね、この UWB に対していろんな規格作られてきて、例えばここではあの IPP の802という標準化組織がございまして、で、今皆さん多分あの無線 LAN とかですね、 Bluetooth スマートフォンにも入っているものですね、全部こちらで規格作られています。で、この中で実際ですね、あの UWB の規格3つぐらい、作られておりまして、1つ目が2007年、こちらは低速通信および距離測定のための規格、15.4A という規格になります。で、そして2012年に2つが出てきまして、1つ目が 15.4F というものが、高精度な速標、というものでございます。で、2つ目が 15.6 というもので、先ほどご紹介させていただいたボディエリアネットワーク版、というもので、ございます。で、このような背景でですね、我々その標準規格作成にも関わっておりまして、で、それと同時に研究開発を進めてきた、というわけでございます。
で、1つ目このファンというものをですね、視覚障害者の安全保障にお使いないかということで、試作したのでございます。で、このファンというものですね、今よく使われているスマートフォンとかは、この辺りですね。でこちらは、3GPP、セルラー系ですので 3GPP という組織が標準化されていて、でその他にですね、例えば WiMAX というものを今UQ コミュニケーションズさんのサービスでやられているんですけれども、こういう WMAN と呼ばれているもの、あるいは無線 LAN だとか、Bluetooth 用な WPAN というものが、もございます。で一番小さいのがこの WPAN ですね。これらは全部802の中でやっていくと。なのでこの PAN というものが基本的に人が混んでいるような隅と階のネットワークになります。でこの PAN の利用分野としまして、標準開発という中でですね、大きく分けてこの3つの分野に利用できるであろうというふうに言われております。一つ目が医療ヘルスケア関係ですね。例えば病院の場合ですと、で今例えば看護師さん足りないとかいう話があってですね、でこういうセンサーとパン一緒に、使ってですね、で患者さん その基本データですね、体温だとか、血圧だとかですね、心電図だとかですね、そういうものを自動的に取って、で無線で例えばその看護婦のいるセンターとかに送って、一時かかなくても済むという、アプリケーションを1つと、2つ目が、体の不自由の方に対する行動支援ですねという利用の仕方、3つ目がこれ普通 のレジャー利用ですね、ウェアレスヘルフォンだとかゲームコントローラー、大きく分けてこの3つの分野で、私どものところではここの1番目の医療ヘルスケアと、2つ目の、体の不自由の方に対する支援という、ところで、やってきましてですね、今日は、特にこの先の後ろの部分ですね、紹介させていただきたいと思います。でこれは実際企画を簡単にまとめたものですけれども、この中で実はいろんな技術がございまして、でここは UWB という技術ですね。その他に筐体機の技術、あるいは人体通信の技術もございます。ただ、この2つの技術が、データレートで見るとですね、非常に低いデータレートですね、1メガ弱あるいは1メガ強ですね。で UWB 使うと12メガぐらい、行われると。でこの特徴を利用しまして、このような、パンですね、開発いたしました。でこの真ん中腰、装着、装置を我々呼んでいるんですけれども、これはネットワークのコントローラーになります。ハブ教区です。で他にもこの腕時計型のものですね、あるいはその、杖につけている、もの、サングラスのフレームにこうつけているものですね、このような装置を、まとめて一つのパン、ということになっています。でこの腰ベルトをつけているもの、これがモニター、ネットワークのコントローラーといろんな働きがございます。で本当はこんな大きさはいらないんですけれども、これは実験機ということでいろいろモニターをつける関係で少し大きくしています。で時計型のものですけれども、こちらはセンサーで、このセンサーで取ったものを処理して、パウス取ったりですね、血中の、酸素濃度を取ったり、あるいはその裏面でですね、体温センサーをつけておりますの で体温が取られます。でそれらのデータはこちらに送られて、こちらでこう表示させたりと、いうことになります。それから杖につけているこれは超音波センサーになりまして、この部分はセンサー で後ろの部分は UWB の装置ということで、で距離を測って、やはりこちらのハブ局に発信しました。こちらのハブ局に送りまして、でこちらで測った距離とか音声に変えて、前方に障害物ありますとかそういった知らせをするようなイメージになります。そしてカメラの方ですけれども、これは普通の携帯電話とかにあるカメラですね。
でこちらで、我々実は信号処理あまりやっていなくてですね、こちらでは色だけ検出できるようにしておりまして、で、タティバスの紙の中に赤とか緑あるいはブルーとか入ってきたら、今赤ですよ、今緑ですよという音声に変えてお知らせるというファンクション、に、つけています。で、使いイメージとしては、このようなイメージで、で、まず超音波センサーの方はこう距離かかって、その距離によって知らせる内容ですね、まあ、さっきに、障害物ありますあるいは、危ないもうぶつかるとかですね、そういった音声を出せるようなものでございます。で、メガネの方が、例えば、まあ、こちらはまだセグが良くないんですけれども、赤いものを見つけたら今赤いですよ、 今緑ですよというような使い方、になります。で、これが一つ目、のアプリになります。で、二つ目は速報測位ということで、まずこのユーザーに使った、距離速度測定の原理ですね。で、先ほどご紹介しましたように、このパルスの幅というのが基本的に1秒の1億分の1、実際我々は700ピコ、0.7 ナノセクンドですねの幅、これが1ナノよりも小さい幅を使っていますので、で、これを使いまして、送信側と受信側のその間のこの時間ですね、測っていれば電波と光と同じ、速度になりますので、掛け算すれば、その間の距離が分かると。で、他にも例えば電波の強さを測ってその距離を出すというものもありますけれども、こっちの時間を測ってこう距離を出すの方はですね、精度という意味では非常にはるかに高いと、いうものになります。で、その距離をもってこう測位をやるわけですけれども、2通りやり方がありまして、1つはその移動体側ですね、基本的基準距離ですね、我々固定機と呼ばれているんですけれども、固定機との、固定機に対してこう電波を出して、で、固定機の方でそれぞれの受け方の時間差によって、距離そのものじゃなくて距離の差をですねこう測ると、これが一番上の方式で、この方式ではこの移動機は自分 の通信だけするので、自分の位置は自分は分からないと、ただのインフラ側では、把握できるというものになります。で、2つ目ですと、で、移動機側も受信機をつけて、で、固定機側とこうやり取りして、で、直接この距離を測定していますと、やり方としては、片側はまず信号を送って、で、受信側それを受けて、で、もう一つ信号を繰り返すと、で、この往復時間ですね、こう測って、で、このような方程式を持ってちゃんと時間が得られるというものになります。で、受信機がありますの で自分もその、こちらで計算した距離ですね、位置ですね、この移動機も分かると。で、今回はこの方式を使って、システムを組みました。で、これが即位システムの構成、でして、で、インフラ側としては固定機ですね、こういくつかつけて、で、LAN ケーブルですね、無線 LAN の、無線 LAN じゃなくて、普通の LAN ケーブルですね使って、いわゆるその電非常に低消費電力ですので、その LAN ケーブルで給電をやっているというものです。で、そして、移動機側ですね、で、こちらの画面では、下はこの UWB の移動機で、上は、スマートフォンというイメージになりますが、で、こちらの固定機とこの移動機がこう通信してこの距離を測ると、で、3台からの計算できていれば自分の位置が、ちゃんと分かるというものです。で、そしてこの移動機からこのスマートフォン、あるいは今回、タブレットもありますけれども、送りまして、で、こちらであらかじめアプリで地図情報とか入れて、おりまして、で、その地図上に今自分のところにいるのか、あるいは行きたいところもこの上で選べられますの で、そこまでのナビゲーションをできるというようなものになります。で、今回はですね、この総局ですけれども、
大体1つの移動機に対して1秒の中ですね、3回ぐらいその位置を知らせるようにしています。でこれがナビゲーション、および、まあ、どういうふうにやるということですけれども、まあ、基本的に一つ大きなエリアがあって、で利用者がそれぞれスマートフォンとか持っていて、でスマートフォンの上でこのエリアの地図があって、大体その自分の周りですね、でスマートフォンに映り出されていて、で自分が例えば今の場所をまず分かって、でその地図上でここに行きたいとかですねいう場所があれば、それを目的として設定して、でナビゲーションとして、今の現在地からその目的地までですね、で計算してどういうことが一番いいのか、で計算した上で、こう指示出すと、で地図上にこの線に沿って行けばこう行けると。であとは視覚障害者のためにですね、で音声を読み上げ案内、ということで、で、時計の何時方向を何メートル歩けばこう行けるというような案内をする、ファンクションがございます。もう一つこれも視覚障害者用ですけれども、で音声入力ですね、でここを今自分場所が分かって、例えば、あの店舗のトクトクに行きたいと、で音声入力すればですね、でそれも音声読み上げで、じゃあこの方向で、ダメトクに歩けば行けるというような、ものでございます。で、他のアプリケーションも、考えまして、でまず店舗ですね、で先ほどの測定できていればですね、でまあ、まず店舗の中で、例えばその両田焼の測位は大体30センチ以内の精度を出しますの で, でどの棚、欲しい商品がですねどの棚にあるのかと、そこまで実は、ナビが可能ですので、店舗やその商品棚までのナビゲーションまずはできると。それから一連としたお知らせ、これが例えばある店舗のそのところとしたところでですね、で今この店舗で、こういう特売やってきたとかですね、クーポン配ってるよとかですね、これも全部その位置に基づいてこうやることが可能になります。もう一つこれがクレジット会社さんから の要求ですけれども、そのクレジット決済したその場所ですね、こう分かってほしいということで、もうその場所でしかこの決済できないというようなアプリも出てくると。これが利用者側としてという使い方があって、あとはその、店側ですね、そのいわゆる消費者 の動線解析、どこで一番困ったのかとかですね、これが我々実はデータ蓄積システムを用意していまして、そのデータがどんどん蓄積されて、ここで解析することによって、店舗側として例えば商品棚はこういう配置したらこうもっと効率がいいだとかですね、でそのような解析システムも用意しております。で同じようなシステムですね、こう倉庫にも使いまして、例えばこのフォークリフトと普通の作業者の安全管理だったり、あるいはその作業者 の動線ですね、全部こう蓄積して、こう回り道するようなところですね、直したりですね、でこういったビッグデータみたいな利用も可能になるということでございます。で、皆さんご存知のように、こう普通は我々その測位といえば GPS がございますけれども、で屋内に入ってしまえばこう GPS 使えなくなって、でいろんな技術ですね、屋内で測定しようという技術が、ございます。で一つ目、例えば Wi-Fi ですね、無線 LAN を使った測位で、これが無線 LAN の通信距離、があります。大体数十メートルですね、100メートル近いと言われているんですけれども、でこの、技術を使いますとですね、測位も可能ですけれども、精度がですね、大体 4、5メートルですね、4、5メートル範囲でこうどこにいるのかと
ということが分かります。なので、まあ、もちろんこの固定費の数ですね、増やせば促進制度も上げられるんですけれども、どうしてもその限界がある、よくしてもですね、2メートルとかそういう単位になります。であとはRFID という技術もございますので、これは基本的に弱い電波しか出せない、ものでして、例えば我々のスイカとかですね、そういう使って、いるもので、で通信距離が10センチしかなくて、じゃあそれ通信できたら、じゃあ10センチ以内の範囲にあるとかですね、そのような、あ、これちょっと待ち、あ、大丈夫か、これ間違いですね、数センチですね。なので通信距離が数センチなので、精度も数センチだと。でもし通信距離が10メートルぐらいあれば、じゃあ10メートルの範囲以内にいるというものですね。であとはアミスですね。これがJAXA さんの方でこう進められているのがありまして、これも基本的に原理的にはこちらと同じでですね、という部屋の中で例えば一つ受信機があって、でこの受信機と通信できたら、じゃあこの部屋にいますねと、これもやっぱり数メートルの精度しか出せないと。でもう一つ超音波使ったものもございますが、でこちらの精度非常に高いと言われているものですね、数センチというものですけれども、距離がですね非常に限定されて、これが大体数メートルと言われております。でこれらに対して UWB というものは、距離としては数十センチで、今回は我々作っているものが30メートル以上ですね、の距離まず得られて、でそれに対して数十センチ、今回は、まあ、大体30センチくらいの精度が得られているということでございます。最後に終わりに、としまして、で実は多分今日は技術の方もあまり多くないので、発表させていただくんですけれども、速度としまして本当はこれ一番目の、企画になりまして、でこちらは実は非常にいいものでして、ただ問題がですね、こちらが、帯域としては基本的に500メガヘルツを使っているということで、精度とかですね、少し制限があるということで、これをしようとしまして、この、4F という規格を作られて、でこちらは大体2ギガぐらいです。500に対して4倍ぐらいですね、帯域使って、この辺りですね。で非常にシンプルな、公式しか使わない OK というのがオンオフキーと言いまして、でデータを出すと出さないで、そのデータを送らないという方式ですけれども、こういうものを使ってこう非常に高い精度の速度をやるというものでございます。最後にですね、我々作ったシステムですね、実はですね今日から、ノースポートというモールがありまして、これが横浜の地下鉄、センター北という駅があってですね、でそこの、大家さんとですねいろいろ話させていただいて、じゃあぜひ後ろやってみようということで、で我々こう数の問題だとか、あるいは店舗の問題もいろいろあってですね、で最終的にこのモールの中の3階にですねこういうエリアを使わせていただいて、でこういった店舗からこうご協力いただいて、地上実験ということですねをやらせていただいております。3月1日から31日までですね、毎日、10時から、5時ぐらいの間で我々のスタッフここにいてですね、でスマホと移動機ですねを渡して、で実際にその見ながら、あるいは音声を聞きながらですね、で自分の行きたい店舗を選ん でそのナビゲーションだとか、あるいはさっき言ってたその店舗のその顧問情報とかですね、特売情報を飛んできたりですね、でそういった体験をですねこちらでできますので、ぜひご興味のある方はこちらに来ていただいてですね、体験していただければと思います。以上でございます。ありがとうございました。